どうもこんにちは。音楽で遊ぼうピコトンズプレイングアドバイザーのサスケです。はい、ということで音楽で遊ぼうピコトンズミュージックチャレンジ、今日はね第6回ということで、新曲制作完結編です。はい、ということでね、前回までトラック3まで、録音してきましたけども、今日はトラック4、ここにですね、木琴の音をちょっと重ねてみたいなと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、それでは早速録音していきましょう。よし、じゃあ今これはトラック2のピアノだから音変えていきましょうか。お、あったあったあった、木琴。はい、じゃあね、これでね、ちょっとピアノがこの低い方で入れていたので、ちょっとね、トランスポーズで、オクターブを高い方で。はい、こっちでやろうと思います。はい。ちょうどいい感じになるんじゃないかな。さあ、これでどうしようかな。流しながらまた決めてみるかな。お、いいんじゃないか。やってみようか。ここは難しい。お、いいね。あ、ちょっと何回か慣れてきた頃。いいね。もういけるかな。よし、行ってみるか。もうね、リズムもだいぶ重なって、リズムも取りやすくなったから、一発でいきたいところ。さあ、いけるか。録音、取れ。よし、行くぞ。よし、いけたかな？確認。惜しいなぁ。ループはできて、よし、もう一回行こう。よし、あ、普通に間違えた。よし、行くぞ。よし、弾いてみよう。お、いいね。お、できたー。いいね。あ、結構いい感じになりましたね。おー、まあ、でも本当に慣れてきてね。結構早くなってきたと思いますけれども、トラック4まで録音完了しました。はい、というわけで、4トラックまで全て録音が完了しました。イエーイ。はい、ということで、いやー、いい感じにできたんじゃないでしょうか。4トラック目は、木琴の音を、ね、高い方で入れたんですけども、ポイントとしては、まあそうですね、2トラック目にも入ってるピアノとその木琴のその重なりの感じ、その高い、木琴の音と低いピアノの音でこういい感じにハーモニーが作れたかなと思ってます。はい、という感じでね、すごいね、いい感じにできたんですけれども、ここにね、4トラックね、完成しました。で、あとここに B、C とパートがあります。
なんと ABC と展開を作ってね、ここで構成をして曲をね本格的に完成させることができるんですけれども、本日なんともうご用意しております。イエイ、ご用意しております。もう聴けるんです、なんと。なので、ここでねちょっとお披露目で再生してみようかなと思います。それではいきますよ。 S 君でいこうかな。よし、いきます。再生ドン。あ、ここまで。よいしょ。はい。ね、ここまでです。なんと、今後、完成したこの曲、配信リリースも考えておりますので、ぜひ、そちらを楽しみにしていただけたらなと思います。なのでね、ここから、書き出しをして、パソコンの方で、僕はね、仕上げ作業をね、していきたいと思います。はい。ミックスとか編曲とかいろいろね、やっていきたいと思いますので、ぜひいろいろやってこう完成をね楽しみにしていただけたらなと思います。歌とかも入れていいかなとも思ってますよね。あとこれもねちょっと気にはなってたんですけど、すごい面白そうだから、ここでもねこういい感じに歌と、入れれたらいいなと思います。はい、ということで、いやー本当に曲ができちゃいましたね。いやーすごいね、ピコトンズ。はい。あ、そうだ。曲名、タイトルを言うの忘れてました。はい。じゃあもう決まっておりますので、発表しますね。いいですか、準備は。曲名は、ピコトンズ、僕らはミュージシャンでーす。イエーイ。イエーイ。はい。ということで。僕らはミュージシャン、ピコトンズ僕らはミュージシャンという曲がね、この音楽で遊ぼうピコトンズを使って完成しました。いやーすごいね、本当にしっかり曲が完成してしまいました。すごいね、本当に本当にいい曲であるし、すごく楽しかったですね。はい。いやすごいね、ピコトンズ。はい。ということで、こんな感じでね完成して配信も考えておりますので、ぜひお楽しみに。それでは、音楽で遊ぼうピコトンズミュージックチャレンジ、サスケでした。またねー。